井湯割ガジオ気に入るかな？に対する反応集をお送りします。神湯はゼータと比べてリガジオ同評価するだろうか？なんですかこのパチモン。こんなのゼータガンダムの変形とは呼べませんよ。ゼータに乗り慣れてるからこそ、カタログスペック通りの反応を返すかも、機体性能は上がってるけど、変形機構がない分展開力に欠けるとか、そもそもゼータに対しても特に大きな反応してなかったし。今すぐこれ考えたアナハイムの技術者呼んでこい、修正してやる、作ったやつにマジギレしてそう。この BWS とかいうの、フライングアーマーに改造してもらえませんか？合体はしなくていいんで。あるいはこれ作るならマーク2プラス G ディフェンサーのように BWS を G ディフェンサーのような感じで合体させた方が良いとか。それはもうリガジカスタムでは？リガジの足りないとこを補うとそうなるから仕方ないのだ。なら、それをくださいよ、謎の上から目線。変形させないならベースがゼータである必要ないじゃないか。作った人は一体何考えてるんだ全くぐらいは言いそう。案外良いんじゃないですか。こういうアプローチの仕方もあるんですねって好意的に解釈する。劇場版神湯なら言いそう。貴様たちの整備のおかげで突っ込みやすくしてくれてありがとう。まさか BWS って使い捨て形式のウェブライダー突撃武器だったのか？カスタムの方ならすっげー喜びそうだよな。武装も豊富だし。神湯は機体よりもブライトやアムロが連邦内ではクセモノ扱いされてる方が起こりそう。それに加えて、機体ってよりアムロが乗るのにガンダムもどきで機体の性能がそこまで強くないことに起こりそう。余計に燃えるかもよ。かつてのホワイトベース隊の伝説級の二人が再び同じ艦で戦うってブライトをただった神湯からしたらめちゃくちゃ嬉しい場面だろ。一応スペック上はモビルスーツもモビルアーマー形態もゼータと勝らずも劣らずな感じなので普段は文句は言わないんじゃないかな。変形が使い捨てなのもコストダウンで変形機構をオミットした代わりに機体強度やらは引き上げられてるのか、とか一応の納得はしそうだし。ただそのせいで追撃できなかったり仕留め損ねたとかがあれば絶対に文句は絶対に言うと思うが。匹敵とは言われてるけど水力が半分近くになってるから少なくとも相当足は遅い。でも機動力下がったって記述はないんよな。水力抜いても再可変できない時点で機動力は下がってるはずだからな。技術がないだけで察してくれって話だな。水力見たって、水力重量比見たって足の速さなんてわからんよ。代わりに重量は軽くなってるから俊敏さは上がってそう。ゼータガンダムがあんないい可変機だったのに、なんで可変機能が劣化した機体を作るんですか？ゼータガンダムがバカ高いからだよ。BWS 使いにくいからベースジャバーくれとか言い出しそう。BWS をファンネルにするだけでかなり変わると思う。それしようと思ったら本体込みで1から再設計が必要になるだろ。逆に神湯が気に入りそうなゼータ系列の可変機って言うとゼータプラスリゼルデルタプラスデルタ界くらいかな。特にリゼルは大満足しそう。デルタ界の性能自体は気に入りそうだけどナイトロシステムに関しては文句言いそう。フォーヤロザミーの件で強化人間関係は神湯の地雷だろうからな。存在してはいけないモビルスーツ認定されると思う。リガジは変形機構は簡略化された G アーマーって感じだし、ゼータみたいな反応はしそうだよな。グレネードで無双しまくりそうだな。捨て身の体当たりはすると思う。スイカバーアタックからの BWS 射出のダメ押しライフル。中の人、ゼータガンダムがあんなにいい出来なのに、なんでパチモンを作るんですか？限界を破ろうとして作ったモビルスーツをこんな形でまとめるのなんて気に食わないですね。それを仕方なくアムロさんが乗っているところを見るなんて、僕は、なんか嫌です。ゼータをベースにしているけど別物と割り切って淡々と乗る。ぶっちゃけ、そこまで悪い評価しなさそうなんだよね。そもそも、神湯はモビルスーツや戦闘方法に対して美学やこだわりなんか持っていないし、変形機能や高性能であることに関心はしても感動まではしていなかった。だから、デチューンといってもスペック上は変わらないリガジであれば、そこまで気にしないんじゃないかな。というより、宇宙世紀でも屈指のニュータイプである神湯は、モビルスーツのスペックなどあまり気にしないと思われる。気にする点は、その強い意志が反映されるかどうか。要するに、バイオセンサー等が積まれていれば、神湯的には十二分に力を発揮できるモビルスーツになる。汎用性でゼータとの比較はするだろうけど、リガジオ不足ということはまずないんじゃないかな。とはいえ、逆シャー時代にグリプス戦役時のモビルスーツと同等の機体と言われて評価される方がおかしい気がする。
グリプス戦役時の高級機と同等な、そもそもグリプス戦役から第二次ネオジオン構想艦は6年しか経ってないんだから、当時の高級機と同等の性能の量産機を目指すことは何もおかしくない。むしろその間にムーバブルフレームみたいな技術的ブレイクスルーも起きてないんだから、6年で性能に大きな差が出る方がおかしい。モビルスーツ形態は匹敵とは言われても水力ガン下がりしてるからな、こんな足の遅いゼータなんてって言われそう。どっちかっていうとモビルスーツ形態では余剰になる水力を BWS に持たせてるんじゃないかと。BWS は水力持ってないよ。あの水力を追加プロペラントで孵化して頑張るのがリガシ。BWS なんかいらないんでメガランチャーとゲタください。なんでゼータが使えないんですか。そういや神湯ってアムロみたいに丸々なモビルスーツが好みって話にならんね。乗ったモビルスーツが少ないせいもあるんだろうけど。可変機が欲しくてゼータ作るのにこんな半端な機能つけてどうするんですか。文句を言いながら乗るけど乗った後はまんざらでもない感じになりそう。特に何も言わないのでは。こんな僕にもモビルスーツをくれるって言うんですから襟好みなんてしませんよ。いつまでもゼータガンダムじゃ古いですしね。登場後。なんか気持ち悪いなぁ。ゼータってつくんなら変形機構くらい無理してでも組み込んでよ。シートも変な感じだ。ファが心配だ。ああ。BWS が劣化すぎるからそこに突っ込まないのはありえないな。モビルスーツ形態はゼータに匹敵でこれが量産できるなら悪くはないんじゃないですかとは言いそう。でもあの時点でこれに乗れって言われたらもっといい機体くださいって言うと思う。リガジよりいい機体って言われても、客車は時点で連邦が用意し得るモビルスーツだとダブルゼータガンダムを再建造するくらいしかないので後付け入れてもせいぜいデルタプラスくらいしかないぞ。ゼータをアップデートしてくれればそれで十分なんですよ。遠慮してるように見えて実は一番めんどくさい注文してないか。それ言うてゼータ君は量産計画がずっと動いてるからそこら辺のノウハウはかなり溜まってそうだし、なんならアナハイムが裏でずっと改良しながら試験してるって言われてもおかしくないと思う。Z2 は別にリガジより上というほどの性能ではない。こんなもの作っておだててまでまた僕に戦えって言うんですか。そこまでひどい評価はしないと思う。そもそも神湯は機体性能に関しては文句を言うタイプじゃない。マーク2でもリックディアスでも、与えられた機体で素直に出る。気にするのは兵士部隊運用、戦い方とか、一番のネックは自分を戦わせるということに関してだから。BWS を僕に設計させてくださいとか言いそうな気がする。で、BWS を分離型ではなくマウント型にして追加武装みたくしてなんちゃってリガジカスタムみたいな機体が完成しそうな気がする。原価次に昔乗ったゼータガンダムに似た機体乗せようだなんて、喜びませんよ。大意であるまいし。そんなに変形が大好きならゼータプラスくらい申請すれば連邦軍の司令部も出してくれるんでないの？リガジより弱いかもしれんが。シャアに情けないモビルスーツって言われてるの聞いたら情けないのはあなたの方でしょってシャアにがちぎれしそう。